本当に賢い人16の特徴。人々は意識高い系であろうとなかろうと、他人との関係において私たちはいろんな判断をしています。私たちはできればモテたいし、賢いと思われたい、そんな気持ちは必ずあるはずです。モテる方法は別の方に任せるとして、賢く思われるために、本当に賢い人を判断する簡単な方法をあなたが探しているなら、これを見ている人は幸運です。ぜひ参考にしてみてください。1つ目、しっかり隅々まで読む。一人の高 IQ の人の経験談です。私は幼い頃、おじいちゃんが丁寧に教えてくれました。おじいちゃんは、頭の良い人はガムの包み紙でも辞書でも同じようにしっかり読むんだよ、そう隅々までと言いました。それは私の頭から離れない習慣となりました。私の説明書を隅々まで読む理由がそれです。私は自分のことを頭がいい人間だと言ってるわけではないですよ。ただおじいちゃんが教えてくれた隅々まで読むという行動は今でも賢い行いだと思います。2つ目、柔軟。彼女らは馴染みのないものを学ぶとき、他の人よりもすぐに処理することができます。これは文学や数学においてはもちろん、図画工作のような立体的な造形においても同じことが言えます。そして自分自身と他の人との会話の両方で上手に結びつけるマッチング能力も秀でています。バラバラの多くのものを、ああこうしたらどうだろうと組み立てることができるのです。例えば愚者は軌道に乗っているものを脱線させ、賢者は脱線しているものを軌道に乗せ直すのです。3つ目、議論を楽しむことができる。彼らは利することなしで他人と議論することができます。本当に知的な人は自分の感情を脇に置くことができます。その上で相手を侮辱することなく、十分な情報に基づいた議論をすることができます。だから揉めることなく楽しい議論をし続けることができるのです。4つ目、飲み込みの速さ。彼らは今までに経験したことのない概念、ルールを素早く理解します。目の当たりにすると驚異的です。初めてテキサスホールデムなどのカードゲームをしたとしましょう。すぐに各ハンドの強さランクを理解し、コミュニティカードから有利不利を見分けられるようになります。実際、囲碁や将棋のプロ、有名企業の CEO などは複雑なゲームのルール説明もとても理解が早いと言います。これらを考えると、本当に賢い人は人生というゲームのルールも飲み込みが早いのかなと思ってしまいます。5つ目、簡単なことをさらに簡単にできるよう努力する。戦術の難しいことを早く理解するのとは反対に、誰でも常識的に知っているだろうということにも向き合います。賢者は自分が無知であることを当たり前のように捉えています。なので、わからない人が現れると、何がわからないのかを自分も知らなければならないと考えるのです。したがって、誰もが知らない研究結果を明確かつ簡潔な言葉で説明するのと同じように、誰もがわかってるであろうことを説明するときにも、相手を見下したり馬鹿げている質問だと感じさせることなく語ってくれます。それがさらにわかりやすい説明へとつながっていくのです。6つ目、好奇心旺盛。人に的確に質問します。おそらくこうだろうと勝手に想像せず、相手から言葉を引き出してよく聞きます。これらの旺盛な好奇心は彼らの本当の知性の基礎となっているものです。7つ目、多様性は人生のスパイスと心得ている。いろんな人がいることを大事にします。したがって自分と違う人を大変に尊重します。その人から自分にない経験や考え方をしっかり得るので、結果的に話題がとても豊富になります。彼らが興味深い会話をしているということは、料理を作るときにいろんな味付け方法を知っているのと同じなのです。8つ目、静かなる自信。語気をすさめない。議論の際には静かに尊厳を保ちます。朝まで生テレビような興行プロレスのような余興に発展することなく、双方のデータや思考を卑下することなく、聞きやすい議論をすることができます。
誰かが自分とは異なる意見を持っているために癇癪を起こしたり怒鳴ったり叫んだりするとします。そのような人を見ると私たちは自動的に精神的に成熟していないと感じます。どんな立派なことを語っても賢者と見ることはできないでしょう。9つ目、知性コンテストに参加しない。彼らは自分の知識や仕事の分野について他人を詮索したり質問したりしません。自分の賢さをひけらかすためにわざと自分の土俵に誘う愚者が大勢います。しかし真に頭の良い人は他の人も頭が良いことを理解しています。いろんな意味で勉強するのは知性コンテストのためではないと認識しているのです。10個目、誇示しない。脳あるたかは爪を隠す。彼らは自分がどれほど頭が良いかを他人に言いふらすことはしません。結果的に誇示するものは愚かだから自分を大きく見せたがるし、賢者は静かに隠れて誇示しません。11個目、注意深い。彼らは自分が勉強不足であることを知っています。だから彼らは小さなことについても鋭い観察をします。黙って聞く姿からも彼らがどれほど注意深く他を意識しているかがわかります。12個目、点と点をつなぐ存在。彼らは不完全なものを完全にならないかと考えます。したがって今現在ダメに見えるものでも簡単に切り捨てようとしません。ダメに見えるものがダメなのでなく、それらを活かせない自分たちがダメなのかもしれないと考えるのです。そういった点と点をつなぐ考え方がとても得意です。13個目、一生が勉強と捉え動き続ける。彼らは間にこれを理解しています。年を重ねても耳を傾け質問しメモを取ります。誰もが手堅いと思う公務員よりも良い働き場所を知っています。そしてそんな手堅い立場や職場でも少しずつ変化していくことも理解し、対応していかなければならないことも知っています。だから同じ場所に意地でも止まろうとする老害にはなりえません。14個目、ユーモアがある。笑わせてくれる。コメディアンは頭が良くないよう演じている場合があります。しかし計算して面白くするのはかなり難しいです。良いユーモアには1、脈略を作ること。2、良いタイミング。3、群衆の心を読む。これらが必要です。賢者は自分の意見に興味を持ってもらうために話を面白くする重要性を知っています。また家族、パートナーと一緒に楽しく過ごすにも重要な要素です。15個目、自分の足で情報を集めて考える。私たちは解決策を求めるとき、手っ取り早くすぐにできる方法から選択しようと考えます。しかし頭の良い人は問題と解決策とをしっかり吟味します。感覚的に何かが違うと思えば、そこから適用する解決策を一からでも探すことを面倒くさがりません。解決するのに頭だけではなく足が必要だということを知っているのです。16個目、彼らは自分の話す順番を待ってません。賢者である彼らはまず聞きます。私たちが若い頃から見てきた知的な若者は必ずしもそうではありません。彼らは体裁のために黙っている時間を作りますが、大概は単なるおしゃべりボックスです。まるでカセットテープの再生と停止のタイミングを見計らっているとも言えます。その人数分の持ち時間を割って、自分が悪者にならない程度の再生数を、例えばカラオケで曲数をカウントするように数えて流すのです。しかし賢者は会話を独り占めするのではなく、他人の話を聞くことで会話がより前進することを知っています。だから彼らは常人のように、そろそろ自分の話す番かななどと待つことはしないのです。そして人の話にしっかり集中して聞いています。だからこそ的確な質問や意見ができるのだとも言えます。これらを見ると私はとても身に染みます。ほとんどが自分と逆でした。すべてをメモして自己反省しなければなりません。いかがでしたでしょうか。この動画が面白いと感じた方はいいねボタンをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。